エンハンオメガスパキャンでひたすらに肘を当てて体力を8割奪っていく。あ、ラウンド1開幕は今日一段しかして強歩だったがしっかりガードしている。カメハメハは当たらず、アクションゲージ切れたがジャンジャクで飛び込んでとりあえずワンタッチ取っていくのはセール側。あの美味しいのが入ってジャストから地形が憎い。まあ片目からしっかり入ったが出しても力けず、ちょっと地形も悪かった。さあ配置の隙にブキャン刺してジャンジャクから後ろが壁が打球周で極ワンゲージあったのが、さあシークル回収して打っていく。吸収したゲージをバークサイド回収してスパキャン狩りをしていく。さあ空中戦から今日ミゲル吹っ飛ばして体力有利はセル側、そしてオメガが発動。ここからただゲージが欲しくて、さあゲージがない、ゲージがない、勝利を越せるしかない、やることがない。ああさあラウンド2ゲージマックス、セルマックスってこと。ああ勝利はなんか脱出力を透かして壁穴は漏れちゃったか。さあヘリドル刺さってファーストアタックセル側、さあゲージ欲しかった、僕がゲージ貯めてとりあえずワンコンボ入れていきたい。さあ武器は刺さらずしっかりガードされていて、さあジャスト固めてから投げからの置き攻めの選択肢が配置を置いて、さあいい感じにつないでいって、さあワンコンボフルコンボ美味しい入って、さあ地形がいい感じだ、ノーゲージだったがとりあえずエンダイブいい、ワンゲージを吐かせた、とりあえず吐かせるのも大事です。さあ瞬間移動でワープしてくる。さあ時空の法則を無視してこれは安いが確定を取っていく。さあカメハメハはガード、さあカメハメハ当たって飛び込んできたかコンボいけず、ブキャンからめくりもしっかりガード、ジースラーはスクッツ、サーマストは投げ、これは体力削り切ってラウンド1本取っていく。正しい悟空、これが正しいのでは、これが悟空の使い方なのか、超仮面正しすぎて。さあ漏れてしまった、ジースラーガードから昇竜がすかされて、さあ、ジースラの月に勝利を割り込んで、あ、まそう美味しいコンボが、さあ、エンダイブ入って、さあ、もうワンコンボいけるか、さあ、スカッてからの、後ろ壁だが壊れた、後ろ壁なの壊れる読みのしっかりコンボ選択していく。さあ、体力もゲージも5分だが、先に触ったのは、セル側、さあ、ガードができない、ガードができない、格闘ゲームなのにガードができない、バグか、バグなのか、でも体が光ってるから強そうだ。多分光ってるから強い。エンダイブゴリ押しからの正しきだーっと超カメが出ない、惜しくて勝利打つしかなくて超カメが当たらなくて、惜しすぎる。ラウンドを失っていく。カーベイズゴッドが2ラウンド取っていく。さあ簡単なコンボ、僕でもできる簡単なコンボでバックレベルのダメージを取っていく。さあ敗者後、さあ今日俺カメラにはならずインタラクターで仕切り直し、カメハメハガールされて、さあ空中戦から、この空中戦はセルが大得意なポジションなので、ヘリンドル刺さって確認からジャッジメント、これが強い、これが普通にバグレベルに強い。あのヘリンドルとかいう技のせいでヘリンドルとジャッジメントがあまりにも噛み合いすぎてる。さあ G さん分かれてもうガールができないぞ、突っ込んでガールされて、さあもうジャッジあっと弾けずに落ちまった。さあただ壁悟空よりも正しさを感じる。一度この壁イズゴッドをどかすっていう仕事をやってみたいですね。今日できるか、お前ごとき。ラウンド1開幕の行動はハイジャンプとなんか噛み合って、お互いファーストアタックでゲージ30ポイント。さあレフェリーはしっかり見ている。さあジャクジャク用からしっかりゲージ返して、もう逃げずに届きそう。さあこのラウンド中のエネルギーフィードも視野に入り、さあワンコンボ入れ返すセル側、アマスロー置き攻め、ジャンジャクは刺さらずガードして、さあ空中でコンビネーション打っている。さあ小丸固めてから、さあ空中この位置はうまくかわして、小丸投げかわしてから、さあヘリンドル当たらずお互いにガードしっかりしていく。さあ気まずい、
気まずいぞ。あとスイッチガードだったがちょっと外か。さあ吸収でエネルギーフィールドを打たせない立ち回り。さあセルガーはあとワンコンボで倒せるので、さあこの大得意の位置から無弱刺さったが、さあコンボまではいけず、さあ GS で固めてスイッチガードの隙をさインタラプターで難を逃れた。いや難を逃れたのはジナゴ川か。さあキースラ帰ってきてホールドワンチャンス、ここからフルコン入れば当然倒せる。瞬間移動、さあ意識の外の瞬間移動だが特にセルガーにメリットはない、メリットないが意識の外だったのでとがめられずだったところでしっかりヒット確認からエンダイブまでつないでワンと取っていく。カーベイズゴールド、ラウンド2ファーストアタックは17号キスラオキ攻めで、さあキスラ落ちまったが弱強からおっとカーベラレからコンボゲッツ。さあ3ゲージ合うので圧がすごい、圧がすごい。そこからナチュラルに引っかかって、さあ置き攻め継続からコーマ投げ、さあ岩がないので置き攻めは体で来るがキャンセルに刺さって、これはキャンセルする、足りない、ギリ足りない。あーっと実際刺さった、角度がちょっと分かりづらかったが、さてしまい試合にリーチをかけてカーブイズゴット。さあキスラが、あとキスラは発生保証というか食らうと当然消えてしまう球なので、17号本体が傷を負って消えてしまう。かかとが刺さっていく、エネルギーフィードガードされているがターンは取った、しかし切り直しから、さあワンゲージ持っているセルが有利、ゲージ持っているセルは誰に対してもガン有利。さあ刺さってサーベッジでゲージ回収から、さあ美味しい弱を刺さってジャンジャクから、さあおしゃれコンボをやろうとしたが、さあちょっと駒投げしてオキゼメがダッシュ強から固めて無弱。さあマストでこれは当たるのか、当たらない、エンダイブ当たらずでバキャンが怖いがエンダイブあまりにも、おっとワンチャンスなかった、あったのカービジゴット。今は通じにはない。ラウンド1ファイト、4 fight!
さあ、頼む、プリンスさん、セールを倒してくれ、孫悟空の手でっつって、ラウンド1、ダッシュ今日。ファーストアタックはセールパワー、ワンコンフルで入っていって、ヘルニードと、攻めからのバックサイドダッシュは相打ち、ダッシュ強すぎ、あー、すかされて、今のは運が悪い。さあ、ゲージ吸収から、奥攻めが怖くて、さあ、連携が出ちゃった、そしてガルフの連携が出ちゃって。レバー回してる、レバー回してる、レバー回しているがきつすぎる、あまりにも苦しすぎる。さあラウンド2、ハサタクセル側は勝利が当たっていく、最強の勝利が当たっていく。ただコンボ入れるのはセル、ゲージ吸収できない、なぜたまにあるヒットのよくわかんないセルの、あーもう一回カメラで地形に愛されすぎでは。さあこの中から奥攻め、さあ超かかれてしまう、よくある。さあガルフのかな、かわしていく、あーっとかわしきれない。さああと2回あるぞインダイブ、しかし超でかすぎ、減りすぎ、強いだろこのキャラ、なんだこれ。うわ強くて、おいしくて、さあラムと折り返すプリンス悟空。さあ今日からラッチ弱エンドアップ、実はアッパーラッツでダッシュからカッパン、オッキー攻め、さあナチュラルにブザックラッターが、ジースラから傾きリバーサーの勝利は悲しくガード。さあマストからエンダイブはめくりにはならず、さあこれはゲージがあとスパーキャンはできずで、ワンコンボしっかり入れていく。あら奥側ワンチャンスで、いやでもゴーグルがあるからワンコンボで微妙だな。さあエンダイブこっからガールフのエンダイブ、ガードができない相手にエンダイブはあまりにも辛くて防ぐ手段がほとんどない。アートタックス僕側でほぼゲージマックス、さあ火力は十分出せる状況だが、どうにか、さあインタラプター弾いてエリンドルはガード、最後クラウン、お見合いからカメハには当たらず、さあインタラプター、あーっと対空ジャックホからハイジャンコ、もう一回、おー欲張りす。さあバックサイド超コメとりあえずガードさせて仕切り直し、さあアクションゲージないぞ苦しくて、一挙式直してアクションゲージ回収するといったところで飛びにジャックホが刺さって、あのジャックホ本当によく見てる。さあオメガ発動でエンダイブとりあえず打っていく、これでセール側のゲージなくなったので、ここから攻め込めればワンチャンス、あっと超コメが出ない、惜しくて、あっあっ、さあ当たったのカーベイズゴット、さあ誰がこのカーベイズゴットをどかすのか。 IG17 号が飛び込んでいく、なんか相馬とお互い気まずくて、ファーストアタックは17号、ゲージが美味しい、キスラを返ってくれば関係ない。今日から壁を背負ってちょっと危険な状態だが、アクションを払って壁際を脱出、さあ G 社方面からスイッチガールはあまりなかった。さあ今日からキスラ当たってて、さあ飛び込んできた、さあスイッチガードでダメージ軽減していくが、ジャンジャック当たっている、アーマストが当たって、ここからフルコンボ、さあヘルニードルからエンダイブ、美味しいダメージ、ここを刺さってて後ろ壁で、ただコマ投げ出なかったか、
まだコンビネーション当たっちゃってラウンド取っていく。カーベイズゴッドセル、ラウンド2は強法でファーストアタックはしっかり確保。17号側ラーゲージあるので、さあこのラウンド中にはマックスゲージになるでしょう。さあお互い牽制からフルニードル、さあ長距離とセルが超強くて、ただ近距離でもセルが超強くて、どの位置でもセルが超強くて、すごいこのセルゲーム。さあインタロの隙にホーミング刺して追っかけてホールド、さあ置き攻めついてきて、さあ遠大警戒からの様子見で、さあ強力いけない、惜しかった。さあ技使った差し返しでめくり当てて、といったことでフルコンボまではいかず、エネルギーフィールド払ってターンを奪っていく。さあ片やエンダイブワンゲージでターンを渡さないとずるい。ハッコハッコハッコスペシからの余すと、さあ死境からエンダイブ、さあ振るまではヒットせず、さあ最終層からだった、振ってきてキースラーありがとうからのコンボいけず、ラスクを固めてジースラー、さあエンダイブ、さあこれ時間がない、残り8秒7654通せるか、さあ投げ通らなかった、気持ちで、あっとあと1秒あれば勝った。ラウンド2本取っていく、カーベセル、あなんか地形に愛されすぎだよ朝日から。ラスクを固めてジースラー、ラシャからジースラスイッチだったが、なんか溜めてる、別に溜めてもガーフにはならない、後ろがあっと地形に嫌われていく。やはりこのゲームは地形に愛されることこそが勝利の秘訣。ダーシク固めてダーシク、ジースラさあインタラ、ジースラが負けた、さあ仕切り直し、そこから17号、まあ、ゲージは2ゲージ近くあるのでワンコンボ入れれば十分に回収できるといったところで、しっかりと確認からエンダイブ、これはもう1回スパキャンで足りる、あ足りない、あー削りで勝ったのはカーベズゴット。Round 1 fight!
Yeah!
楽しませてくれ。